皆さんこんにちは、みのりんです。はい、今日ですねこんな感じで夜な夜な漫画の練習とかしているんですけど、もっと上手になりたいし、もっと練習したいと思いました。面白く上達する方法ないかなと思って調べてみたんですけど、スポーツの選手って山奥にこもって運動して練習をしたり、テニスのプレイヤーは重りをつけて振ったりとか、ちょっと負荷がかかった状態で練習をするとより上達するということで、今日はちょっと書きにくいペンを探してみました。じゃじゃん、なんとガラスのペンを買ってみました。せっかくなので皆さんと一緒に開封していきます。はい、というわけで今回使用するのがこちらのペンです。じゃじゃん、よいしょ、ガラスのペンです。これもついてきてますね。こうやって乗せられるのかな。え、めっちゃ綺麗。ガラスのペンとかって初めて見ます。中がこうやってキラキラ透けてるのがすごい綺麗。せっかくなのでちょっと試し書きします。こうやって入れるだけでいいのかな。ここのねじれてる部分にインクが溜まっていきますね。でこれを、おー、はいはい、すごいね、線が均等になります。こっちの漫画用のペンを使うと線がすごく細く書けるんですけど、ちょっと力を入れたりすると線の太さを変えることができます。力を入れることができないので線がずっと均等になります。だいぶ分かってきたので書けると思います。はい、こんな感じだね。ガラスのペンなんですけど、細かい作業が必要な少女漫画よりはエネルギッシュな少年漫画風に向いているかなと思うので、今日は少年漫画を描いてみたいと思います。そもそも少年漫画も男の子もあんま描かないので、もう全てが初挑戦です。で、本日参考にする少年漫画なんですけど、ちょっと悩んだんですけど、やっぱりここは皆さんに愛されているナルトを参考にしたいと思います。いやー、ナルトいいですよね。ナルトも名シーンがたくさんあるっていうことでちょっと悩んだんですけど、私が大好きなシーンを選んでみました。最後にサスケの頭をこうコンってやって、許せサスケ、これで最後だっていうあのシーンです。あのシーンいいよね。あのシーンを再現したいと思います。それでは早速始めていきましょう。結構大きく描くので、ここまで大きい人ってあんまり描かないのでちょっと緊張します。顔はこれぐらいですね。少女漫画でしたらね、模写とかって結構できるんですけど、少年漫画だともう描き方が違うので難しいと思います。多分イタチファン多いんじゃないでしょうか。ワンピースであればエースが好きとか、こういうお兄さんキャラってすごい強いですよね。しかも里全員は殺せたのに弟だけ殺せないとかって、もうそれずるいですよ、設定が。髪の毛で横のところを隠しているので小顔効果がすごいですね。あ、首の描き方とかってやっぱり少女漫画って長くて細い首を描くんですけど、少年漫画ってもっと太くてごつい首とか描くので、許せサスケ、これで最後だ。なるべくね、少年漫画風に寄せたんですけども、まあ、ほんのちょっとは少女漫画っぽくなってしまったかなと思いますが、これでいきたいと思います。では早速線入れしていきましょう。はい、では早速ガラスのペンを使っていきましょう。いくつかインクはあるんですけど、今回はこちらのインクを使っていきます。一番みずみずしいので、多分ガラスペンと一番相性がいいんじゃないかなと思っています。ガラスのペンを使って絵を描くのも初めてですし、少年漫画風なのでちょっと緊張しています。じゃあ、まあ輪郭からいきましょう。色を塗らないとよだれ垂らしてるだけに見えちゃう。大事なところで線がカタカタになってしまった。セリフのところ書きましょう。吹き出し、インクがない。あ、丸は書きやすいです。
吹き出しとかってもしかしたらこっちの方が使いやすいかもしれないです。いつの間にここ汚れちゃったんだろう、もったいない。あとイタチは首飾りがあるんですよね。少女漫画って影のところは全部トーンを使ったりするんですけど、少年漫画はねトーンあんまり使わないですからね。すっごい線がガタガタになっちゃいましたね。これはいいトレーニングになりそうです。網みたいな。背景も塗っていきます。難しい。線も結構ガタガタになっちゃったしあまり綺麗じゃないんですけど、一旦これで進めていきます。消しゴムで消していきましょう。テントウムシさんで机をきれいにします。次は背景を足していきます。背景が難しい。岩か、こういう岩とかって描いたことがないんで、まあ練習だと思ってやります。あんまり笑わないでくださいね。岩の描き方とかってすごい。いや本当に岩描くの難しいんです。ガラスのペンを使って描いていきますが、本当はね背景は細い線で描く方が遠くにある感が出るのでいいんですけど、まあ、今回はガラスペンのチャレンジなのでこれを使っていきます。逆にねこれを使って細かい背景とかが描けるようになれば、絶対に丸ペンを使ったらもっと綺麗に描けると思うので、多分はい、背景終わりました。岩っぽいものできたんじゃないでしょうか。もう全然難しくてひどいんですけど、これでいきます。線を消してテントウムシくん、背景もできて、あとは細かいところですね。汗をかいたり傷をかいてあげたいです。これがよだれに見えないように色つけましょう。だいぶ戦ってきた感が出てきました。すごいボロボロになっています。結構顔中傷つけたのでこれでいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで一旦ペン入れは終わりです。すごく大変だったんですけど、それっぽい形にはなってきていると思います。はい、では早速次行きましょう。ベタ塗りです。少年漫画はねベタ塗りが多いのでバーッと塗っていきます。おもしイタチがツヤツヤな髪の毛だったらこんな感じなんでしょうか。でも本当はここも全部ベタなので塗っちゃいましょう。イタチはやっぱりかっこいいですけど、シカマルもかっこいいですし、皆さんは一番好きなナルトのキャラって誰ですか？服も全部ベタ塗りです。やっぱり少女漫画にはないですよね、ここまでのベタ塗り感は。インクがなくなっちゃいそうです。1ページ書くだけでもすごいインク使いますね。といえばアメリカの学校通ってたんですけど、服装とかすごく自由で、ナルトの額当てをつけて学校に来た子とかいました。額当てすごいねって言ったら、いやでもこれは本物のシルクじゃないし本物の額当てじゃないからすごくないんだぜって返事をされて、ちょっとびっくりした時がありました。本物の額当てとかってあるんだと思っちゃいました。だいぶ真っ黒にできました。ベタ塗りは OK です。でも最後にねホワイトを使って線とか入れてあげましょう。これもガラスペンできるのかな。ホワイト入れていきます。あでも伸びが良くないのでこれで入れとこう。
ホワイト入れ終わりました。もうほとんど終わりですね。こんな感じでグラデーションのトーンをつけてあげたいんですけど、ちょうどいいトーンがうちにないんですよね。なので最後のトーンだけはソフトを使って入れていきます。トーンも入れて文字を入れた画像はツイッターの方に載せておくので、ぜひぜひ見てください。完成です。どうですかね。この後にこれはスキャンしてトーンを貼ったり言葉を入れたりしたいと思うので、ツイッターの方を見ていただければと思います。あとね、今後このシーンがいいよとか、あの名シーンを書いてくださいとかあれば、ぜひぜひコメントお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、ツイッターとインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。